どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。隣の人やっていきましょう。第2話隣の人、トロと流れ星というゲームをね、今回も実況していきたいと思います。アンドリューの夢が叶ったら星のかけらが手に入ったにゃ。よかったね。それはウコンって書いてあるけど、もし誰かの夢を叶えてあげたら星のかけらが手に入るのかも。うん、今日もかけらを探しに行くのにゃ。行きましょうか。じゃあ、おい、お、え、なに、誰かにゃ。すごいなんか戸を叩こうとかしたんだけど、ノック強くないか。少しさあ行きましょう。どうも、なに、おお、あ、またこいつなんだっけ。ウキー、うん、ウカイさん、ウカイさん、はい、なんでしょう、ここにいますよ。ウカイ東四郎さんはどっちだっけ。ああ、あにゃ、ああ、僕、ウカならここにいるのにゃ。せっかちなんだね、ちょっと。ウキウキ新聞、キッコの、キッコだ、キッコちゃん覚えなきゃね。突撃レポート。何？昨日、夢先町に引っ越してきたウカイさんにインタビューお願いしますっき。ほう、オーケー、いいよ、なんだい？なんでも言ってくれよ。ご協力感謝だっき？ありがとう。あれ、で、どんな話を？じゃ、どんなインタビューする気？大泉洋みたいなのにゃ。大泉洋、まあ確かにすごい人だけどね。ああ、はい。じゃあ遠慮なく聞かせてもらうっき。直撃。おい、東四郎に10の質問。10も質問されんのか。わかりました。東四郎は自分の体の中でどこが一番アピールポイント。体？どうなんだろう。俺、そんなアピールポイントないんだけど。そうだな。ある意味でアピールポイントなのかもしんないですね。僕ね、目がね、まあ、なんと言いますか、こう、なんだろう、筋物の人にしか、なんかできない目をしてるとか、そういうこと言われるんですよ。なんか、チンピラというか、なんかすごいこう、なんか、明らかになんかやばい目つきしてるみたいな言われるんだよね。こう。はい。ああ。結構なんか髪なんか金髪に染めた時はマジでなんか職務質問とか結構、まあ、結構ってまあ2、3度ぐらいですけど、されたことがあって。いまいち自信のない体。体たくさんだよ、そんなの。じゃあ。どうしようかな。じゃあ腹で。シンプルに。ああ、もうちょっと痩せたらいいかなっていう気がしますけど。はい。オッケー。ん？腹なのにゃ？そうなんですよ。もうちょっと痩せなきゃっていうのはありますから。なるほど。うん。目に自信あり。まあ、目悪いけどね。でも、腹には触れないでほしい。次第続きます。はい。東照の行きつけのお店、またはよく行くお店。そうですね。まあ、シンプルによく行く店。あれだな。飯とか結構安くて助かるのが、出るかな？あった。で、業務スーパーは結構ね、なんか買い置きとか便利なんで、よく使ってます。スーパー。おい。これで OK です。業務スーパーなのにゃ？うん、そうだね。ふんふん、はい。結構あれ、いいんですよ。一人暮らしの味方って、大盤振る舞い。大盤振る舞い、まあ、そうだね、なんかこう、言われてみればそんな感じあるかもしんない。じゃあ4問目、今一番欲しい家電製品。ああ、そうだなー。もうちょっと でも、あれか、まあ、家電というかね、やっぱりもうちょっといいパソコンが欲しいな。パソコン、なんていうかデスクトップのパソコンが欲しいんですよね。今ノートパソコンだけでやってるんで。おい、パソコンなのにゃ。うん、おい、パソコンのプレゼントを募集中。いやー、でもなんかそういうプレゼントはちょっと怖いな。でも5問目、かの、え、お、あー、花束、何の花束。そうだ、まあシンプルにこれはバラじゃない。うん、バラの花束。花束っていう花、なんかそういうなんかオシャンティーのやつ僕苦手なんで。まあいいや、バラなのかにゃ？はい、そうです。うい。なるほど。
うん、トウシロウが女性を口説くときいつもバラの花なんだっけ。そんななんかこうロマンチックな口説き方はしたことないけどね。6問目、ところでトウシロウは好きなテレビ番組はあるっけ。はい、ね、あるよ。うん、テレビ番組ね。まあそれはなんだっけ。まあ好きなテレビ番組っつったらこれですかね。水曜どうでしょう。僕結構好きです。はい、水曜どうでしょうなのにゃ。うん、はい、そうです。へえ、意外、意外か。あ、そう。水曜どうでしょう見ながらいつも思わず泣いていると。泣いている？いや、笑ってるな。もしかかったら恥ずかしいと思う病気。あー、かかったら恥ずかしいか。なんだろう。まあ恥ずかしいっていうか、うん。いや、でもマジで恥ずかしいやつ言っても仕方ないから、そうだな。どこか恥ずかしいと思うのは、なんだ、恥ずかしいと思っ、病気。かかっ、そんな、まあ、うん。あんまりかかりたくないっていう意味合いでは、うん。なんかみんなに大丈夫って心配されるのがあんま好きじゃないんで、インフルエンザにしましょう。なんか、まあいろいろありますけど、インフルエンザ。別になんかこう、なんか特定のなんかこう、近しい人に心配されるのは嬉しいんだけど、やっぱりいろんな人からガーッ、なんか一気にグワーッと心配されるのはちょっと嫌なんで。見出しはこれで決まりね。いいのかな、これで。東城に重度のインフルエンザ疑惑やめろ。おい、なんてこと。それは置いといて、うん。ラストスパート8問目、はい。次はなんだい？突然ですが、東城はロボットは好きだっけ？あ、好きですよ。はい。好きです。うん。全然。いろいろロボットアニメとか好きですしね。そのロボット好きの東城にお聞きしますが、おもちゃがあったら思わず買ってしまうロボットは何だっけ？思わず買ってしまうロボット。ロボット、だからまあ、うん。ロボットというか、ロボットっていう言っていいのかわかんないけど、まあ、ガンプラかな？うん。はい。ガンプラで OK です。ガンプラなのにゃ？うん、そうだね。はい。東城は一人でガンプラのおもちゃで遊ぶ子供心を忘れない人。なんて言えばいいのか、9問目。はい。東城がいつか乗ってみたい、またはいつか手に入れたいと思う乗り物。はあ、なんだろう、俺、乗り物の、乗り物か。乗ってみたいか。じゃあ、俺が乗ってみたいのは、まあ、これ結構わかる男性諸君多いと思うんだけど、ハーレー・ダビッドソン。乗りたい。あれ、一度乗ってみたいんだよね、なんか。ハーレー・ダビッドソンだっけ？で、そう、は、お、ん、これかな？はい。ハーレー・ダビッドソン。オッケー。まあ、ダビッドかもしんないけど、多分ダビッドだった気がするけど。ダビッドソン。ハーレー・ダビッドソンなのにゃ？はい、そうです。東城の憧れはハーレー・ダビッドソン。そうですね。ウキキ、男性の憧れだっけ？わかってんじゃん。では、最後の質問。はい。なんかすごい質問してくんだよ。ズバリ、何？はい。恋人はいますか？秘密。ウキ、そんなことで世間が納得すると思うき？甘すぎだっき？ズバリ。はい。どうなんですか？いない。あ、そうなんだ。まあ、気にすることないき？気分を変えて。お前覚えとけよ、この野郎。東城の心の恋人は誰だっき？普通の人？それとも有名人？いや、割と、まあ、心の恋人って要はだから、まあ、一般人ですかね、有名人というよりかは。ああ。へえ。で、その人の、言うわけねえだろ、バカ。お前言うわけねえだろ。どうしよう。お姉さんにします。はい。お姉さんなのにゃ？はい、そうです。あ、お姉さんって男の人、女の人、女の人だよ。ああ。キキ？はい。これはスクープだっけ？よし、明日の一面いただきよ。いやー、はい。以上で失礼終わります。いやー、しんどい。取材って嫌い、俺も。アパートの玄関に貼ってあるから出かける前いつも読んでほしい。あ、そう。玄関前に貼っつけんのかよ、これを。バカじゃない。なんで俺おめえになんか好きな人のこと言わなきゃいけねえんだよ。ダメだよ、もう。絶対もう、あとちょっと今のカット忘れないようにしとかなきゃ。これ、ダメだよ。世の中に出せないもん。
心の恋人っつってんの、なんで心の中さらけ出すんだよっていうね。ちょっと出てみましょうか、じゃあ。で、外に貼ってあるって言うんだから。あ、ほんとだ。あるね。これか。どれどれ。調べる。知りたい聞きたい特集。ほう。何？情報筋によると、新顔鵜飼藤四郎が夢見荘に引っ越してきた模様。人気が欲しい22歳で4月27日の生まれの A 型。このニューフェイスはなんと、引っ越し早々にトロとの、何これは、トロとの同棲を発表したようです。早速、熱愛発覚の二人の取材、周辺取材だっけ？何してんだよ。で、夢咲町のパンク好き、チキンとして先回ってたアンドリューが突然脱パンク宣言。周囲に和解を求めるものの、ミツルの鹿とっぽい、ミツルの鹿とっぽい拒絶に上腕二頭筋を震わせた。その直後、パンクのアンドリューのままで色との激励の言葉に涙ぐんで、思わず涙ぐんだらしいっき？ああ、本インタビューへのコメント。友情はパンクだくけ。まあ、なんとかなったんだけど、納得のあれとあれと言いたくねえな。うん。バカじゃねえの。趣味は休日に業務スーパーでパソコンを買い漁ること。普段はハーレーダビッドソンとバラをこよなく愛し、腹がインフルエンザかもと悩む。お茶目な一面もあるっき。そして、今後の藤四郎さんの活躍に期待大。そして噂の恋人、お姉さんさん。これミスったな。まあ、いいや。関係はいかに？ああ、トロもよろしくなのにや。あのエセ記事マジでよ。どうすればいいんだろうこれ。ちょっと、とりあえず話して。この後どうすればいい？ねえねえ、はい、なんでしょう。リッキーって俳句の黒帯を持ってるんだって。すごいのにゃ。ああ、トロたちもいっぱいいっぱい頑張れば。うん。黒パンティーや黒ハーレーダビットさんがもらえるのかにゃ。もう、多分違うと思う。黒パンティーもらってどうすんだよ。黒のハーレーダビットさんはいいけどさ。それじゃあ、ミツルはなんであんなに頑張ってたのかね。黒帯って意味が変わってくんだよ。あ、なにどうした？はい。ミツルって実は超負けず嫌いで、きっとみんなが飲み会して遊んでる時もついつい向きになっちゃうタイプなのにゃ。あ、そう。なるほどね。外に出たら何かあるかな？何事か？あ、おはようございます。どうも。ごきげんよう。どうも、大家さん。はい。小山田さんだったかな？確か名前は。チュアスなのにゃ？うわ、あらあら。こちらはどなたかしら？うん。はじめまして。うん。おい、猫のトロです。うん、トロちゃん。昨日からウカと一緒に住むことになったのにゃ。勝手に。大家さん許してくれんの？これ。可愛い同居さんね。あ、許してくれた。うわぁ、いい大家さんだな。それはそうと、昨日は大変でしたわね。あー、大変だったんですよ、確かに。星のかけらが、星のかけら？トロとウカね、流れ星にお願いしたの。うん。トロは人間になりますように、ウカは人気が欲しいって。やめろよ。なんでそれ四方八方に言いふらすんだよ、それを。そしたら裏山に落ちてバラバラになっちゃったのにゃ。だから全部集めて元のお星様に戻してあげるのにゃ。ああ、トロちゃんは優しいのねと。わあ、いいおばあさんだね、これ。ああ、おばちゃんだね、本当に。うん、あら、私何を聞こうとしたのかしら。え？ああ、そうそう、思い出した？どうしたの？はい。ここに来る前はどこに住んでらっしゃったの？うん。埼玉っす。これか。ほい。埼玉です。埼玉なのにゃ？うん、そうだよ。埼玉か。トロも一度行ってみたい。よく言うね、さ。まあまあ、ぜひ来てくださいよ。そうね。はあ、そうなんですよ。埼玉って素敵なところなんですよ。うん、素晴らしいですよ。あら？うん、どうしました？そうじゃなかったわ。ええー、あ、びっくりした。あ、びっくりした、びっくりした。おい。埼玉は素敵なところだったらしいわね。いえ、そうじゃなかったわって言われて俺、ゾッとしたもん、今。ああ、昨日の引っ越しのことです。大変だった。はあ、大変だった。まあ、一応。ああ、部屋の方で片付きましたよ。はい、片付きました。おかげさまで。うん。ありがとうございました。それは良かったわ。いえいえ。足りないものや足り、いるものは少しずつ揃えていくといいわ。なるほど。揃えられるんだ。後々いろいろアイテムかなんかで。はい。そうだわ。アパート皆さんにご挨拶はもうされたかしら。いや、まだしてないと思うんで。今ならちょうど。はい。皆さんお部屋にいらっしゃるし。はあ、今から？うん。早く星のかけらを探したいのに。まあまあいいじゃないが。挨拶はしなきゃダメ？そうだよ。俺だって言ったもん。はい。
そう、行きましょう。最低限、こう、十字砲、アパートとかだったら、やっぱりこう、上下左右は行きたいよね。あれ、同列、同じ列の人とかさ、そういうのはしたいですけど、うん。大事なことですよ。はい。行きましょう。トロきちんと挨拶するにゃ。はい。私に教えてくださいね、と。さあ、それじゃあ行きましょうかね。じゃあ、とりあえず挨拶行って、各部屋に。じゃあ、あ、これそれ五郎さんの家か。ちょっと入ってみよう。こんにちは。いるかな？うるさいよ！単語を思い出せなくてイライラしてるんだ！セルフィッシュ？セルフィッシュってなんで、え、なにそれ？セルフィッシュってなに？ごめん、わかんねえ、マジで。なんだ、セルフィッシュって。わかんない。わかったらいいのかな、これ。こういう時、英和辞典があれば自分で調べるのに。持ってないの？二階の顔じゃいが、あー、なるほど。セルフィッシュ、セルフィッシュ。あと少し思い出せないのに。じゃあ、ちょっと、そしたら2階のカオジャイのところに渡しに行こうかな。この人じゃねえか？隣、2号室か。2号室のカオジャイ。はい。チワッス。誰ですか？でも今、それどころではありませんね。ナンプラー足りないですよ。ああ、そう。ナンプラー。うん。ナンプラーって知ってる？ナンプラーはですね、とても美味しい調味料ですね。これないとカオジャイのご飯ありません。とっても困るね。はあ、トロたちは引っ越しのご挨拶したいだけなのにゃ。5号室のユウさんからナンプラー借りてきてください。はあ。仕方ないな。じゃあちょっと5号室行きますか。仕方ない。上に。確かだから2階の同じ階にいましたよね。行きましょう。お隣さんなのかな？もしかして。いや、もっと部屋あったよ、確か。ここか、ユウさんのとこ。はい。こんにちは。女の子の部屋に行くのもちょっとあれですけど。ドライヤーがなくてセットできない。どこやっちゃったのかな、私。ああ。大丈夫？トロ？お、私気の割ったユウだけど、あ、ユウさん。で、やっぱそうだね。ドライヤー。腹が濡れたらお日様に当てて、乾かすのが一番なのには、猫はそうだろうな。うん。ほうほうほう。お願いだから誰かにドライヤー借りてきて。私このままじゃ外出できない。ドライヤーか。じゃあ、とりあえず隣の階、この人に話しかけてみようか。こんにちは。誰かいる？ここは誰もいないのかにゃ。誰もいないんだ。あ、なるほど。ここ、あ、これ俺の部屋だ。はあ、ドライヤーか。参りましたね、そりゃ。ちょっと戻りましょう。1階か、となると。隣誰もいないっていう、ちょっと。まあ、いいんだけどね、全然。仕方ないって。あ、ここをそれまだ行ってないな。ここ、こんにちは。あ、入れてくれた、かな？どうも。入れてくれ、出てくれたんだ。はじめまして、猫のトロです。こっちは昨日7号室に引っ越してきたのんびり、ちょっとのんびり屋さんな A 型の東四郎なのにゃ。どうも。天野空さん、どうも。ここに一人で住んでるの？ほう。あれ？うん、どうしたの？なんかちょっと、容量を得ない感じの。空って大人なの？え、どうして？なんかあったの？人間って大人になるには一人暮らししないとダメなんだよね。まあ、そうだねと思うよ。俺も一人暮らししてるし。うにゃー、早くトロもパンティーの似合う大人になりたいのにゃ。どういうことだよ。パンティー似合わねえってなんだよ、逆に。僕は、中学生なんだ。なるほどね。へえ、うにゃー、そうなの？うん、でも、一人で暮らしてるなんてかっこいいのにゃ。これからよろしくなのにゃ。ああ、よろしく。こちらこそ。ところでだけど、あ、待って、どうしたの？他の部屋にも挨拶に行ったりするの？そうですね。行きます。うん。どうしました？ソラさん。そうなんだ。うん。え、なになに？こんなことあんまり言いたくないんだけど、1号室の五郎さんには気をつけた方がいいよ。僕、夜に荷物を持ってよく五郎さんの前を、五郎さんの部屋の前に通るけど、すぐに、ちょっと音がするだけど、すぐに怒鳴るんだ。物音が気になるから、ほんと2階に行ってほしいんだけど、あと2号室のカオジェさんもちょっと変わってるからびっくりしないようにね。ああ、なるほど。確かに変わってたね。それじゃ、なるほど。なかなかいい情報をもらったじゃないか、私は。あ、そう、ソーニャ、そう、ドライヤー持ってる？うん、ソラ、ドライヤー持ってる？ドライヤー、うん、ちょっと貸してくんねえか。うん、あのね、5号室のユウがドライヤーなくて困ってるのにゃ。また？またなんだ。あの人、僕のこと自分の弟みたいに使うんだもんな。あ、そうなんだ。しょうがないな。ちょっと待ってて。すいませんね。
いや、ご協力感謝します。いやー、嬉しいね。ちゃんとこう、なんか、あの話わかる人で。はい、ドライヤー。はい、ドライヤーを借りた。やったね。よし、それじゃあ、空をお借りしますにゃ。うん。これを持ってけばいいんだね、2階に。ユウさんに使おったら自分で返すクリエンス伝えておいて。はあ、それはちょっと頼むよ、本当に。借りたんだったらちゃんと返しに来いよと。まあ、それは筋が通る。筋を落とすんだったらそれはそうだけどね。よっしゃ、じゃあね。最後は、じゃあちょっと今日、遊び。俳句を作りましょう。いきます。今日も、俳句を作るのにゃ。作ろう。わーいわーい、俳句作るのにゃ。さあ、今日はどんな俳句ができるのかな。最初の言葉を考える。はい。あ、なに？お姉さん。あー、なるほど、いいね。浮かんだのにゃ。あー。何々食べたら。あー。お姉さん、どうしようか。じゃあ、ということで、お姉さん、ディナー食べたら、その後は、ね、これ行こう。はい。ディナーなのにゃ？はい。ディナーって何？すること、食べ物ではないんだよな。見るもの、使うもの、身につける、乗り物、挨拶、ギャグ、体の一部、病気。することかな？どんなこと？人にする、一人でするわけでもないしな。二人でしよう、じゃあこの時はね。ディナーって好き？うん、好きですよ。ディナーって恋愛に関係ある。ああ、あるんじゃない？意外と。ディナー食べたらなのにゃ？はい。最後はトロが考えたら頼むよ。お姉さん、ディナー食べたら、なんだい？そうにゃ！何？バカじゃねえの。お姉さん、ディナー食べたら、目叩く。ダメダメじゃないか。ふにゃー、うか、厳しいのにゃー。やっぱり目叩くよりも、背中叩く。ああ。お姉さん、ディナー食べたら背中叩く。わけわかんねえ。なんで叩くんだよっていうね。というわけで、じゃあ次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。俺のもんだー。ちょ、待って。あ、ごめん。本当に持ってっちゃった。あ、待って、舞台長来た。うい、舞台長。ほら、こっち見ろ。うわれ直撃。ひでえ。どうだ、このまさかのボスがげっすい。